ありがとうございます。こんばんは、みなさん、りです。喉が渇いた、喉が渇いたからカルピス飲む喉乾きすぎて死ぬかもしれない。うわー、降ったからもうカルピス飲む、カルピスです。あー、犬のアバターの人、ハートたくさんありがとうございます。今もう11時20分か、早っ。犬のアバターの人、お星様もありがとうございます。こんばんは、サイリウムのアバターの人、ファイトもありがとうございます。お風呂上がりかな、やばいお風呂上がりじゃない、公演後で汗がもうすごいだけですねうん、公演後じゃないですね。私のアバターの人、かわいいもありがとう。私のアバターの人、お星様もありがとう。私のアバターの人、お花もありがとうございます。カルピスは濃いのと薄いのではどっちが好きですか？断然濃いのが好き。濃ければ濃いほどっていうわけではないけど、断然濃い方が好きです。断然断然濃い方がはにゃ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 っていうのが今ね流行ってるらしいよ。言葉として、はにゃ知ってた？こんばんは皆さん。最近メイク変えた、最近変えてないけどね、なんか今まではねまつげを上げてこなかったんですよね。まつげビューラーとかあるじゃないですか、これのくるんとしたの。垂れ目になりたいからさ、なんかまつげをくるんとさせたりマスカラっていうものを塗ってこなかったんですけど、最近はちゃんとまつげを上げてマスカラを塗るようにしていますね。でもなんかって感じですね。飲み物を飲むとお腹が空く、この現象は何なんだろう。さっきまでお腹全然空いてなかったのに急にラーメン食べたくなってきた。いやダメ、でもここで食べたらダメなんですよね。弟子のアバターの人、お花ありがとうございます。犬のアバターの人も、お星様ありがとうございます。なんか私ねよくあるんですけどね、なんかコンビニに行ったりとか、お店に行ったりコンビニに行ったり、そういうなんか物が置いてある場所ではなんかお腹空かないんですけど、お家に帰ってから急にお腹空いてきて買っとけばよかったってね思うんですよ、すごい。そうそうそう、だからもうそれがねもうやだ。そう、でもなんか物を見ると満足する、なんだろうねあの現象は。お店にいると今いいやお腹空いてないやって思うけど、家に帰ってきた瞬間になんか本当に買えばよかったって思うんですよね。本当にお腹空いたって、え、毎回なるのでもね逆にね夜にね食べ物を買ってね今食べたとしたらね、食べた後で罪悪感が来るからね、もうどっちにしてもねダメなんだよ。
私のアバターの人お花ありがとう、私のアバターの人星ありがとう、私のアバターの人だるまありがとう、馬のアバターの人ハートありがとうございます。明日からの元気を分けてもらいに来ました。そうです、あ、そうですじゃない、元気を注入、可愛いんでびっくり、ありがとうございます。初見の人も今日もボサボサですね。かまぼこ食べます。かまぼこね、めっちゃ昔好きじゃなかったんですけどね、なんだろうね、なんで嫌いなものってさ大人になるにつれて好きになっていくんだろう。私かまぼこに醤油つけて食べるのめっちゃ大好きなんですよね。そう、焼いたのとかはそんなになんですけど、かまぼこのお刺身ってめっちゃ美味しいんですよね。かまぼこを切って醤油つけて食べると美味しいので、みんなもやってみてください。わさび醤油とかつけてマグロとかサーモンとかみたいにお刺身みたいに食べるんですよ。めっちゃ美味しいですよ。そうなんですよね。かまぼこは刺身醤油じゃない、わさび醤油で食べるのが一番美味しいですね。めっちゃ美味しい、大好き。煮たり焼いたりするよりそれが好きです。それだけでご飯はね進まないんですよ。私練り物とご飯一緒に食べれない、食べれるけどあんまりなんかなんだろうね、あんまりそれ単体だけで食べるね。なんかねち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 、ご飯ってちょっとねちねちしてるじゃないですか。かまぼことかも練り物系もねちねちしてるから、なんかねち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 して、なんか口がねちねちになるから、なんかご飯進まない。かまぼこだけを食べる、だからなんというか難しい表現がちょっと難しいけど、なんかねちねちねちする。そう、今日は最終ベルが鳴る公演で、今日は私は初めて女性限定公演に出演させていただきました。来てくれた人はいるかな、女の人見てるかな、この時間もう寝てるかな。明日月曜日だしね。今もう全部なくなっちゃいそう、まああとこんぐらいしかない。そう、山口のかまぼこは絶品ですね。食べたことあります、多分食べたことあります。おでんのはんぺん平気、全然平気。そうそう、今日はね私は初めてね、女性限定公演に出演させていただいて、今日楽しかった。この方はねいつもありがとうございます。ユッピーっていうボードを持ってくれてめっちゃ嬉しかった。私のアバターの人お星様ありがとうございます。そう、私 K2 としては2回目の女性限定公演ということで出させていただきまして、そう、全員お客さん女の子だけのね空間だったんですけど、初めての雰囲気だったね。なんか初めての雰囲気だけど、なんかすごい心から楽しかったですね。いつもとは違って、いつももちろん嬉しいけど、そうそうそう、今回も本当に楽しかった。なんか初めての経験だった、女の子だけしかいないっていう経験がね。そう、あ、たくさんレスありがとうって、よかった、気づいてもらえて。そう、今日は私のファンの人は何人来るかなって思ってたから、そうそう、一人か二人かなとか思ってたんだけど、何人かちらほらいてめちゃくちゃ嬉しかったですね。そう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 、やっぱりなんだろうね、なんか
なんだろうね、なんか自分自身もさ、今はアイドルっていう立場だけどさ、あのアイドル3年間今アイドル、2年半アイドル やっているけれどもさ、あのそれまではずっと女のアイドルファンだったからさ、そうなんか自分もアイドルに憧れてね、応援してきた立場だったから、今日来てくださってた女の子の皆さんとはすごいね、の気持ちがすごくわかるし、だからなんかすごい不思議なね空間でした。本当になんというか、そうそう、私もずっと今はこっちに立つ立場だけど、これまでは今日の女性ファンの皆さんと同じ立場だったからね。やっぱり女性からも愛されるようなね、まあ、性別問わずいろんな人に好きって言ってもらえるようになるたらね、嬉しいなって思うし、 SK としてもね、自分としても。男の子のボタンの人、ハートギフト、ハート100個ありがとうございます。そうね、すごい思うたまあ私のことを見て私みたいになりたいとかね、可愛いとかは思う人いないかもしれないけれども、なんか応援したいなって思ってもらえたら嬉しいなって思いますね。今日は女性限定公演だったから、特別な公演の日は結構なんかなんとかの日とかそういうのって結構 SK 特別におまけで1曲みたいなやったりするじゃないですか今日はそれが夏よ急げっていう曲をフルでやらせていただいて、夏よ急げもうなんか SK の中で今まで私が経験してなかったあのジャンルで、なんか得意な曲と苦手な曲ってあるじゃないですか。めちゃめちゃ苦手な曲なんですよ。なんか楽しそうに見えてめちゃくちゃ難しくって、ダンスが。そうだからフルでやりますってなった時、本当になんかめちゃ憂鬱だなって思ってたんですけど正直でも やりました。えらい、褒めてくださいだからそう、ワンハーフだけは踊ったことあるけど、ワンハーフでさえもうなんか好きくないなって思ってたんですよ、難しくてだから特別にもう一曲ねフルでやりますって言っても、本当になんかピエンって感じだったんですけど、頑張りました夏曲だしね、なんかすごく難しいんですよね。なんか犬のアバターの人、お星様ありがとうございます。そうそうそう、そんな風に見えなかった、よかったです。まあ頑張りましたのアバターの人、ハードギフトありがとうございます。そうですね、ビンゴもやったし、ビンゴもやったし、夏よ急げもやったし、今日は盛りだくさんでしたね。途中で写真もね撮るタイムがあったりとか しましてね、はいそう、なんか SK ってあの公演が始まる前とか、あとお客さんがいなくなった後に結構写真撮影をねして撮って出しを撮ったりするんだけど、他のグループさんとかはさ、公演の間でなんか写真撮影タイムっていうか、なんかこう集合写真を撮るっていうあのチームグループもあるから、 SK はねあの公演の始まる前か後にねしかやらないからね、なんかこう間でさ、今日はファンの皆さんも入ってあの写真撮影だったんですけど、そういう方式を SK は撮ってないからさ、なんか公演の間に写真撮影をするのがすごい新鮮でしたね。なんか正直もうなんかそこでいつもは撮って出し撮影は始まる前と終わった後にするから、もうなんか終わった気持ちになっちゃって、はいチーズって言って、あ終わったって思ったらね、会いに行こう始まるからさ、あまだ終わってないと思った、錯覚した。あ
テロップが出たってありがとうございます。うん、まあでも今日は言うて30分ぐらいしかどっちみちできないので、もう12時ぐらいまでやります。そうそうそう、めちゃ途中ね、ああね終わった気持ちになったそうそう、久しぶりに見れてほっとした。いやーでもまだまだやることがたくさんあるのでね、頑張りたいと思います。なんかショールームもちょっと朝やったり夜やったりにしていこうかなと思ったりね、してますよ、思いますよ私のアバターの人ハートありがとうございます。まだまだ忙しい日は続くのでね、頑張りましょう。公演 MC で昔から声好きな、あーなんか生きてる声が、うん、なんでですかね、なんかね、田舎だからですかね、ガチなんですよ。学校に池があって、鯉がいる池がいるんですよね。でなんか廊下にね、廊下か業務員室かな、ね、何にも覚えてないんだけど、職員室か業務員室か忘れたんだけど、鯉の餌が置いてあるところがあるのね。そこで確かね、そこにいるなんか先生とか、先生じゃないか、業務員の人かな、に鯉の餌くださいって言ったら鯉の餌をくれるんですよ。5粒ずつとかね、まあ全校生徒がさ、いつでも行って餌をやってあげられるからさ、1人5粒とか6粒とかそれぐらいをねくれるの、はい、それをねみんなこう休み時間に鯉に餌をあげに行くんだけどさ、それをねやってたの楽しくてね。そう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 、用務員さんの趣味じゃなくて普通に学校で飼ってたやつだから、うん、そう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 。あ、サイリウムのアバターの人、お星様ありがとうございます。もうなんか曖昧、記憶がその辺曖昧なんだけど、鯉の餌ボックスみたいなのもあったような気がするし、鯉の餌が入ってて、とにかく分かんないけど、誰かがとりあえず5、6粒ずつぐらい一人もらえて行ったらね、欲しい人だけがね、そう休憩時間に鯉に餌やりたいなって思ったら、そう鯉の餌もらって普通にやれるんだけど、そう、私のアバターの人ハートありがとうございます。めっちゃその池に鯉いてさ、鯉ってさ、ちょっと餌を投げたらさ、もうガバガバガバみたいな、もうすごいことになるんですよ。それがね面白くてね、やってたね、鯉に餌をそうだから私とかは別になんか、まあ外で鬼ごっこしたり、まあいろいろしてたけどさ。あ、犬のアバターの人お花ありがとうございます。そういろいろさ、まあなんだろうね、まあブランコしたりとかいろいろあるけど、やっぱり学校の全校生徒ってさ多いじゃないですか。だからさ、まあブランコがさ4つしかなかったり、まあ、あっても6個とかじゃないですか多分ね。なのにさ、たくさんいる生徒の中でそれ乗れるのはさ6人だけとかさなかなか競争倍率が激しいからさ、並んだりするじゃないですか。そうそう、だからね、鯉に餌やりに行ったりとかしてますね。鯉に餌やりながら女の子同士でなんか話したりとかそうしてね、やってましたね。もう今いるのか分かんないけど、そう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 、私ね全然ありましたね。うん、でも鯉の餌って結構匂いきついから、今素手で持てるかって言ったら本当に、あ、今はちょっともうやりたくないんですけど、そうですね、小学生の頃はやってましたね。鯉よ語る詩人になる
そう、今日鯉つって、鯉って食べれるの？そんな感じでしたね。そう、本当に今日女性限定公演で女の子がたくさんいて、ちょっとでもいいなって思ってもらえたら嬉しいですね。なんか本当にすごい、なんか初めて見る風景だったから、すごい初めての経験をさせていただきました。いちごのアバターの人だるま、ありがとうございます。やっぱりさ、異性の男性の方とかに応援してもらうのももちろん嬉しいけどさ、女の子としてこう好きって言ってくれなさるのもまた嬉しいですよね。そうそうそう、友達がふいちゃん可愛いって、ありがとう。そうそう、だからね、ぜひね、皆さんもね、男女問わずお気軽にね来てくださったら嬉しいなと思いますね。ね、女の子だから女の子のアイドル応援しちゃいけないっていう決まりなんかないしね。そう、男の子だから女の子応援しちゃいけないっていうあれもないからさ、私もずっと小学生から女の子のアイドルが好きだったしね、 AKB から始まりだからね、いいですよね。すごい嬉しかったしね、思いましたね。まあ性別関係なくみんなに好かれたいと思いましたね。だから頑張りたいと思います。暑いからこんな時間だけど、スイカ食べたい。日曜日の終わりの時間をさんと共有できて嬉しいっすね。そう、私、あ、そうだ、今日日曜日なので、ブログ書いたので、ぜひ読んでください。今日は日曜日ということでブログを書いたので、ツイートしてるので、ぜひリンクも貼ってるので、読んだらリツイートとか、まあいろいろしてくださると嬉しいです。猫のアバターの人、ハートありがとうございます。そうなんですよね、リツイートとかいいねとか、まあよろしくお願いします。今日公演中やっててさ、土曜日だと思ってたんですよ。公演終わって日曜日っていうこと知って、そうだ、ブログだと思ってたんですけど、そう、あ、猫のアバターの人、かわいい、ありがとうございます。そう、いつもは全然、まあ、書かない時もあるんだけど、今週はたまたまちょっとだけね、下書きをしてたりもしたのでね、そう、まあいい感じに間に合いました。なんか本当に最近は曜日感覚が全くないのでね、曜日感覚もないし、なんかこう日の終わりが分かんないんですよね。もうなんかすごいありがたいことにさ、たくさんやることに追われてるからさ、一日の終わりがいつで、一日の始まりがいつでみたいなのがすごい曖昧な生活になっちゃってるから、勝手に。そうだから、あ、今日も一日終わった、お疲れっていうのがないんですよね。なんかなんというか、まあ、そういうお仕事の人もいると思うけど、そうなんか昨日の続きが毎日続いてるみたいな感じの感覚ですね。そう、そうなんですよね。結構なんかオフィスのお仕事とかだと、今日も一日お疲れって、こう一日のこう区切りがあるみたいな感じだけど、今はなんかそういうのがないから、昨日の続きを毎日やってるみたいな、本当に感覚だから、感覚なんていうの、感覚だからすごい難しいんだけど、そう一日が、はい、終わり、朝、夜、昼、一日終わりみたいな感じじゃなくて、なんかすごいちょっと続きみたいな感じだから、曜日感覚が全くなくて、そう今日は土曜日かなみたいな、3時開演だったし、今日は早い開演の時はなぜかわからないけど、結構土日が多いから、今日は早い開演だから土曜日だって思ってたら、全日曜日だった。
ねえ、今回は美水、そうですね、美水なんか SKE ってさ毎回そうだけどさ、なんか忙しい時にさショールームかぶりますよね。なんかの時もそうだった、何だったっけな、ちょっと忘れちゃったんだけどさ忘れちゃったんだけどさ、 SKE っていつも何かなんか全体的にグループとして忙しい時にこうブッキングして、あのショールームのイベント入る気がする、まあ、たまたまなんだけどねこれは前もなんかあった気がするんだよな、今忙しくてできませんみたいな、なんだったっけな、もう覚えてないけど15時って一番良さそうな始まり、え、私もそう思う、休みの日毎回3時になればいいのになって思う。3時間延って最高だよね、ファンの人からしてもね。まあお昼かぶらないから、お昼ね食べてから見れるいい時間だし、夜も遅くなりすぎないし、朝そこまで早くもないし、ゆっくりランチをしてから見れるとかもあると思うから、3時ってすごいなんかいいよね。そうね、終わりも5時ぐらいで、まあ、まあ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 っていう感じだから、私も3時開演いいと思う。出る側もねちょっといいと思うそうね、まあちょっと朝は早いけどいつもよりかは、まあ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 見ている側も来る人側もね、すごいいい時間ですよね、おやつ公演3時のおやつ公演で、ちょうど間の時間だからね、ゆっくりランチして公演見て、終わって5時ぐらいでしょ、でちょっとしたらもう夜ご飯食べれるし、いい時間だなって思いますけど、そうそうそう、うん、私は今回ねビスのイベントは参加しませんねちょっとね、まあね、ビスいいよね、見てるもんビスね、いいけど今はマジでショールームができないそう、しかもちょうど K2 ゼップに被ってるしね、だからラブリンさん本当にすごいと思いますね。ちょっと私は不器用対応なので不器用なので、なんかこうショールームを一日やりつつ練習もして他のお仕事もやりつつっていうのがマジで負担はできない、多分それをしてしまうと出れなくなっちゃうね、公演じゃないや、ゼップにね立てない状況になっちゃうからね、今回はやりませぬね、時間がある時ならねいいけどね、時間ができないよ、時間がないわよね、うん、そんな感じなのでね、まあ見れる時にね楽に見てくださったら嬉しいなというふうに思います今日は配信ではね男性の人も見てもらえることができたと思うんですけどね、配信も見てくださった人はありがとうございました。今日は前回とはポジションが違ったからね、すぐに見つけてもらえたかな なんか昔はねコロナになる前は立ち見席とかだとファンの人がポジション予測して、立ち見は自由なところに立てるから、なんかこっち側に座ったり、こう自分がポジションを予測してなんかよく来る方を研究してそのところに立ったりとかねしてたんだけど、今はもうコロナの状況もあって席がここっていう風に決まってるからできないんだけど、そうだからもうポジションあんまりね、なんか今日はここのポジションだからここに座ろうみたいなことが
もうできなくなっちゃったから、そのどこかのポジションで考える人ね、なかなかいないかもしれないんですけど、そう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 、そうそう、昔はね、なんかこのツイッターとかに公演情報が発表されたら、もうなんかファンの人がもうどこかねって予想して、そう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 、やってたんですよ。だけど今はそれがないから、ファンの人も別にあんま気にしてないのかもしれないね。そうそう、前立ち見初めて意外に良かった。おお。そう、誰がいるからこのポジションじゃない。そう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 。そう、兼ね合いとかをね。それでたまたまなんだろうな、今日はこの人とこの人がいてこの人がいないからいつもの場所だとか、この子とこの子がいるからこの場所だとか、2回目のポジションだとか、この子とこの子とこの子がいるからいつものポジションかと思いきや新ポジでびっくりしたよとかね、そういうファンの人の声を聞くのも楽しかったんですけど、そう今はもうね、ないから、そう結構そうやってね、いい意味で裏切るのもね楽しかったり したんですよ。そうそう、この子とこの子がいる日は絶対にフさんはあそこに入ってたのに、まさかのシンポジで見失ったよって、最初見失ったよとかね言ったりとかね。そうしたりしてるからね。でもやこう気づいてもらえると嬉しいですよね、やっぱりね。そうね、まあどこのポジションでも頑張るのみなんですけどね。そう、今日のポジションは本当にね、セリフがたくさんありますね。特にボーイフレンドの作り方はなんか一生喋ってますね。そう、歌割りはもちろんなんだけど、こうなんかね、一言言うみたいなやつとか、こう喋ったりするのが多いポジションだから、ずっと喋ってるね。だから本当に喋るタイミングとかもあるので、ずっと頭の中ではこう考えてね、何回も練習して、頑張ってますね。あと 1番のさ、 A メロのまだまだ先は長い、ボーイフレンドの作り方っていうのがあるんだけど、まだまだ先は長い長いって裏で言ってるんだけど、その長いをどれだけ長く言えるか頑張ってる、いつも。一呼吸でどれぐらいいけるかなって、今日どれぐらいきただろうか、後でチェックしてみましょう。息が続かない時には本当に続かないからね。見どころがたくさん、そうですね。お、ゼップ札幌から帰宅だって。おお、私も今日ちょっとだけ見たんですよ。カレーのところと、あとどこ見たかな、アンコール2曲と、あと中曲の強がり時計と、火曜水曜と、あとあんまり言わない方がいいのか。まあでももうね、終わった人は知ってるけどね、まだもう一公演あるからね、今めっちゃ、あのね、言わない方がいいよね。ちょっと見ましたけどね。私もいろいろやることがあったので、ちょっとだけね見つつみたいな感じだったんですけれどもね。あ、セドリ出てるんだ、よかった。セドリ出てるなら、まあいいけど、まあでも知りたくない人がいるから、まあね。でもさ、カレーのくだりあったと思うんですけどさ、
私がもしチーム E であの激辛が当たったとしても普通に歌えると思うんですよねって思っちゃった。だからめっちゃ挑戦してみたいですねすごく挑戦してみたいと思った。どれぐらい辛いんだろうと思って。私辛さの耐性人よりさなんかねなんか強いからさ、うん、辛いのかなめっちゃ挑戦してみたいですね。本当にね辛いのねいけるんですよね。なんか最近さあのセブンイレブンで北極ラーメンみたいななんか蒙古タンメン中本の蒙古タンメンのもう一個上みたいな北極ラーメンみたいなのが出たんだけど、普通の蒙古タンメンとの違いが本当に分からなくてスープも全部飲めましたね。普通になんか全然なんか辛さの違いが分からなくて、なんかね、どうしたらいいんでしょうねでも この特技というかこの強みはなんか結構自分の中では本当に強みだなって思うんですよね。そうそうそう非常に思うんですよね。でもねそれを出す機会がまだないか、まあ、知られてないっていうのもあると思うんですけど出す機会もなくて本当にいけるんですけどね。やっぱアイドルの激辛強いっていうのはなんかあんまりなんですかね。なんかいやいや言うてもそんなでしょって思われてるんですかね。いや本当にいけるんですよねいつかあの松井玲奈さんもギブアップして激辛焼きそば、ね、なんだろう、なんの焼きそばだ。そうそうそうね、生かせない。知られてないのもあるけど何か企画があるといいですけどね。松井玲奈さんがペヤングの極激から食べてるところを見たけどそれ食べれてたけどね。それじゃないやつがあるんだ。じゃあ見てないかもしれない。四角い顔のペヤング、あれ松井玲奈さん食べれてたよね。しゃっくりめっちゃ出てたけどさ食べれてたよ全部見たもん私見たもん私そう、普通に美味しいって食べてたよレナさん。 F さんもね極激辛からあのねペヤングねカレーと普通のやつね両方マジで食べたよ普通になんか何の仕事でもないしショールームでもなくね普通にプライベートで食べましたわ。あそうだショールームといえば明日はショールーム配信またやりますというか明日はまあ個人のショールームではなくて ZEP ツアーのショールーム配信が明日はアイメルさんとアヤとあるのでまた見てください。私にとっては2回目なのでぜひ皆さん楽しみにしておいてください。そして14日は初めてニコニコ生放送さんで SKE 非公式チャンネル出るので見てください。今日 ZEP ツアーやってた同じチャンネルでそのままやりまするのでぜひぜひ見てください。それでは初めて出ますニコニコは非公式チャンネルは初めて出るので見てください。配信系が多いんですけど今週は明日はショールーム ZEP 14日はいい何だ忘れたよ。あ
なんかあります。あれですね、ニコニコですね。で15は青がでしょ。で17はゼップでしょ。やばい、本当にやばいわ、死ぬかもしれない。頑張ろう。猫のアバターの人、お星様ありがとうございますね。どんな企画になりますから、なりますから、どんな企画になるかお楽しみにしといてくださいね。みんなワクワクさんということで、そうワクワクさんということで、とても楽しみにしていただいていれば私はすごく嬉しいですね。なので楽しみに待っていてください。皆さんニコニコ初めて見るのがフィッピーでね、どんな企画になるんだろうね、楽しみだね。私も初めて出れるからすごいすごい楽しみです。チーム E 北海道楽しそうですね。まあでもコロナの状況だから誰もね出れないって言ってたんですけど、ホテルからね、ホテルとコンサート会場しか行けない、なんかコンサートしたらもうすぐホテルに帰ってホテルで過ごして終わりなんですけど、そうなんかツイッターとかにもさ出回っていていましたがさ、あのまあそういうねコロナで外に出れない分スタッフの人が北海道の食べ物を用意してくれたりとかね、ケータリングの面で北海道を感じましょうみたいな、めっちゃ美味しそうと思った。そうそう今日ツイッターとかにもさ載ってたじゃないですか、イクラの、私イクラ苦手って言ったけどなんかちょっと美味しそうだなって思っちゃった。ねえ、いいね。やばいやばい、切れちゃうショールームが。ということでね、私も頑張りたいと思います。ちょっと最近はバタバタしてるあれなんですけれどもね、非常にありがとうございました。まあとりあえずこれが終わったらまあブログを読んでください。それでは皆さん来週も頑張りましょう。バイバーイ。え待って待って、バイ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 。